はい、どうも、30歳、小同寺です。本日はですね、経営戦略、コンサル系の話で、よく聞くロジカルシンキングと因果関係、構造化、ミーシーと呼ばれるものをご紹介していこうと思います。私についてですが、兄弟の経済学部卒業して、現在無職の危機にある30歳、小道部葵さんです。大学時代からパチドルの期待値カードと背取りを行っていて、 こちらのことや、時事問題だったり、本の紹介などは、ブログ、ツイッター、こちらの YouTube で配信をしております。まず、経営戦略についてですが、以前の動画で、こちらについては詳しく話しているんですけれども、経営戦略はそもそも、企業の目的や目標を達成するために立てるものであると。そして、資源、 は人と物と金の3つの要素からなっていてこれには常に制約があるとそして目まぐるしい環境変化を考慮しなければならないと今の売り上げが例えば X 億円で次のクォーターで売り上げ Y 億円を目指したいんであればそのためにどうすればいいのかっていうような施策を考えていくのが経営戦略であると。 そしてその中でロジカルシンキングという言葉よく聞くと思うんですけれどもこれがどういうものかというと論理的に物事を整理するための思考法であるとでもしくは戦略を策定する際のベースとなる思考法とも考えられるとでこのロジカルシンキングの技術として主に3つ挙げることができてまず第一に論理展開とこれは事象のつながりに根拠を 根拠をを使って事象と事象をつなげるとで2番目として因果関係これは言葉の通り原因と結果の話であるとでこの因果関係で注意しなければならないことに相関関係との違いがあると3番目に構造化この構造化というのは事象だったり問題の全体を要素に分解してどこを改善すべきか考えていくこととなります。 で因果関係と相関関係の話なんですけれども、因果関係は A が発生したから B が起こったと。でよく出される例としては、突然雨が降ってきたので傘が売れたと。まあ、これはコンビニなどを想像してほしいんですけれども、雨が降ってきてまあ傘が売れたと。まあ、これは A が発生と。つまり雨が降ってきたことが発生したから傘が売れたと。 いうことが因果関係としてわかると。でも逆にその傘が売れたから雨が降ってきたわけではないと。逆ではないということですね。これがポイントで、雨と傘の例だと比較的どちらが原因で、どちらが結果というのは分かりやすいんですけれども、実際はなかなか因果関係を明らかにすることが難しい、難しかったり、見分けることが難しいことが多くあると。 なので相関関係との違いが非常に重要というふうによく指摘されます。でまあ、間違いやすい例としては例えば、えー、と第3の要素と鶏と卵と呼ばれるようなものがあるんですけれども第3の要素で言うと例えば薄毛の人は高年収って聞かれた時にそれは何でだろうっていうふうに疑問に思うと思うんですけれども、まあ、その背後には例えば年齢があると。 つまり年齢が高いほど日本の雇用形態は年功序列なので高年収になりがちであると。で、薄毛っていうのは多くの場合年齢が高くなると薄毛の問題が発生してくると。なので年齢が高いことで薄毛になると。で、これが影響していると。で、年齢が高いことで高年収。これが影響していると。で、年齢が見えていないと 薄毛と高年収が相関しているように見えてしまうと。で、これは結構よくある話で、まあ、年齢の例で言えば、例えば年齢が高くなること、高くなるほどなんか例えばえっ、ー、と脂肪が多いとか、あとは高血圧とか、まあ、それも入れて、まあ高血圧ほど年収が高かったり。 太ってるほど年収が高いみたいなことが言えてしまうんだけれども、その背後に影響しているのは年齢っていうファクターがありますというような例。なので、見かけの相関とかとも呼ばれるんですけれども、まあ、第三の要素がないかどうか確認すると、両方に A と B 両方に影響していることがないかっていうのを常にチェックすることが重要であると。まあ、そうしないと、 試策を打つ際に全然関係がない施策を打って全く無駄になったっていうことが起こり得ると。次は鶏と卵の例と呼ばれるんですけれども、これは相互に相関している例で、まあ、例えばスロットの話、スロットの店の,家でスロットの,店の例で言うと、その客が多いから普段からその収益を上げることができているので、 ま、スロットに特定日に設定を入れて還元することができると。で逆に、スロットに設定が入るから客が集まるっていうような、まあ、両方の相関係があると。例えば、客が少ないからスロットに設定入れることができないし、スロットに設定入れないから客がいないというような、その、まあ、逆のパターンも考えられると。つまり、その、どちらも影響しているっていうのが、 まあ、ニワと,と卵であると。なので、これは相関関係であって、因果関係ではないということが往々にしてよくあります。まあ、ある意味、悪い循環だったり、良い循環に転換することが多いとで。次に構造化の話なんですけれども、構造化どういうことかというと、まあ、事象を分割すると。でその事象を分割する手段としてよく使われているのが、ミーシーと呼ばれる、その、漏れなく、ダブりなく、 というふうに分割する方法です。でまあ、例えば、職業で言えば、まあ、有食なのか、無職なのかっていうので、二分割することができるとで。さらにこれを分割しようと思えば、男性で有職男性で無職、女性で有職女性で無職というふうに、四パターンで分割できるとで。もっと言えば、その職業を持っている中でも、正規雇用なのか、 規雇用なのかっていうふうに分ければさらに分割できると。で、これをすると何がいいかというと、例えば4分割すれば、1、2、3、4って分けたときに、どこのターゲット層に絞って、例えば広告を打っていくかとかっていうのを考えやすくなるっていうのが構造化で、まあ、事象を分割する方法といっ,たいったようになっていきます。で、あとはですね、実際の例でこの MEC を考えてみると、 例えば、貯金を増やす2つのルートの中から最も簡単なものを見つけたいと。貯金を増やす方法については昔の動画でちょっと話してるんですけれども、まあ、ミイシーというか、その漏れなく、ダブりなくっていう風な観点で考えるとどうなるかと言いますと、貯金を増やすっていうのが目的であると。で、そのために貯金を増やす方法を分化してみると、まず第一に収入を増やす。そして第二に支出を減らすと。 でこの二つに分,かる分けることができると。で、収入を増やす手段を分けてみると、基本的に二つ考えられて、本業で昇進する、そして残業すると。もしくは副業を始めると二パターンがあるとで。例えば、人によっては本業で昇進を目指したり、残業する方が早いという場合もあるけれども、 今の状況で、例えば残業規制があって残業ができないといったような手段になったときは、それでも収入を減らしたいんだったらば、もう一つの手段である副業を始めるという選択肢が出てくると。で、私はその副業として、背取りだったり、転売、パチトロの期待値などを進めているわけです。でもう一つは、支出を減らすと。まあ、収入を増やすか、支出を減らすでいうと、支出を減らすっていう方が人によっては簡単かもしれないと。 まあ例えば、家賃の例で言えば、子供部大石さんは家賃がかかっていないので、この時点でかなり支出を減らすという意味では、すごい有利になっていると。あとは、飲食代、交際費。まあ、なんか無駄な飲み会に行かないとか、っていうことで、まあ、支出を減らすことができると。飲食代、外でまあ食べる。交際費、外で食べるっていうので、まあ、1回ごとにまあ5000円とか飛ぶんだったら、月2回行くのをやめれば1万円が浮くと。 で副業で1万円稼ぐのと、支出を減らして1万円浮かせるのは全く同じことなんですけれども、まあ、支出を減らそうが簡単かなと思うわけです。で、あとは、まあ、趣味、何かお金かかっている趣味があるのであれば、まあ、趣味を究極的にはやめるっていう選択肢もあるというふうに、このミーシーっていうのを使って、自分が今抱えている問題を、漏れなく、ダブりなく、分割して考えていくことで、 解決策が見えてくるっていうのは割と企業の戦略だけじゃなくて日常生活にも活かせるというような形だと私は思っております。では本日はこの辺で終わりにしますのでよろしければいいねやチャンネル登録の方をお願いいたします。